ずっと一緒。空っぽの中に僕を見つけた。何にもないようでいっぱいだった、いっぱいだった。ルルルルルンごきげんよう、ルルルルルンごきげんよう。ルルル熱唱しながら仕事ノリノリ、真面目な会議もしたパジャマ飲みたかった。話題のドラマも一気におかげでオタ活始めました。選択いつでも正代、ゲーム三昧、筋トレが習慣に。冷蔵庫の中身を無駄にせず使えた、無駄を断捨離、気持ちいい。お花があるとお家が明るいね。あれ、うん、肌綺麗になったかも。気のせいでもちょっと嬉しい。最後だけいいですか。はい、はい、でも頑張りました。いいですね、はい、これ座ってるの可愛いですよ。いいねー、かわいい、かわいい、今の良かったっすね。ちょっともう、もう一発だけ聞かせて、今の、結構私物
がたくさん入っていて、なんか自分らしい世界観、ポップな色味だったりとかを表現できてるかなっていうふうに思います。それでそうですね、今回の曲は最初にあの空っぽの中に僕を見つけたっていう言葉フレーズが浮かんで進めました。 あとルルルンごきげんようはすごくなんかルルルンっていうなんか言葉のリズムがすごい好きなので、ルンルンっていう意味を込めてあの入れさせてもらって、あとごきげんようっていう言葉を入れました。なんかそうですね、すごくハッピーな曲にしたいなっていう思いが強くて、12月に公開するってことでみんながあのこの1年を振り返るような時期なんで、振り返った時にこの曲を聴いてなんかいろいろあったけどいいこともあったなとか、こんなこともあったなって心がホッとルンルンするような気持ちになってもらえるように作りました。SNS です。やっぱりなんかすごく今年はみんなとつながった感じがすごいして、なんかいろんな方が発信したり、あと全然違う国の異国のこととかにも興味湧いたりとか、なんかそういう離れた人のことを思ったりとかする一年だったんで、うん、ご機嫌って言ったらやっぱそのそうですね、 SNS を通してご機嫌になったことが多いです。私一番やっぱり言われて嬉しいことはワクワクしたっていうのがすごい嬉しいんですよね。私はもう世界のみんなにワクワクを届けたいなっていう思いでやってるんで、なんかこう元気がなかったけどすごくワクワク しましたとかいうコメントをもらったら、もう本当に一番嬉しい活力になる言葉です。今今年1年は結構いろんなことにチャレンジしたりとか、なんか種をあの頑張って水をやってる感じなんですけど、来年はさらにこうそれを結ぶような年にしたいなって思います。うん、ちょっと今芽が出てきたのをしっかり花が咲くようなそういう1年にできたらいいなと思います。